はい、それではクワノトリガー続きやっていこうと思います。さて今回はね、サラちゃんを救うためにね、このお城の近くまでやってまいりました。でちょっとね、あのルッカの連携技をね覚えさせたくって、もう多分技ポイントもちょいちょい溜まってると思うので、ちょっとあのエイラからルッカに一時的に変えております。まあ、しばらくしたら戻すんですけれども、ということでやっていきましょう。ちなみにここはね、国鳥号は調べたら何もなかったぜ。カジュアル王国ジールにさらなる光をもたらす女王の計画のため様々な研究を行っております。多分ここも変わんないよな、何も変わんないよな。魔法のカプセルを研究しとるのじゃ。まあ大丈夫か。じゃあそのまま帰って神殿向かいましょうかね。もうさ、1回目食うのと2回目食うのでさ、なんか言葉が変わってたりすると、ああちゃんと見ときゃよかったって思うんですけど、まあ大丈夫そうですよね。さあお城に行くぜ。できるだけね、まんべんなくキャラ使いたいんですけれどもね。ルッカもね、だいぶ強くなってると思うので、 MP どうなんだ。ルッカ72、おお、まあ、主人公とマールよりは劣るって感じですかね。じゃあここ行こう。宮殿来たぞ。こちょこちょしちゃう。はう、はう、よいしょ。女王の前続く。あ、セーブポイントになってんだけど、ここついたんだけど。あ、こんにちは。 あれ話しかけられない、こいつら。女王と戦うことになりそうですね。よし行こうぜ。女王様はサラ様を伴って海底神殿に降りられました。ついに我ら光の民が永遠の生命を手にするのです。海底神殿が完成しました。もう我らジールの永遠の時が始まる。さあ行くか。ダルトン、たくあの預言者の野郎が中に入れて、なぜこの俺様がこんなところで見張り、反気やがったな。預言者のやつが何かボロを出すかと思って泳がせていたが、もうお前らも用済みだな。潔くしねー。あ、ということでダルトンとバトルでございます。よいしょ。でもなんか連携使おう。どうしよう。あ、でも乱れ切りが強いんだよな。プロテクトをマールにかけて、でマールはアイスが、あ、ちょっと、あ、そう、 HP1/2。 あ、やだ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 。よいしょよいしょ。あ、こいつも使うのか。 HP1/2 系鉄球、これやだな。どうしようか。さあ攻撃してみろ。そうしたら、あ、じゃあ攻撃しない方がいいですね。ハイポーション、攻撃しない方がいいですね。これはちょっと待って、これちょっと突破法を見出そう。その間にプロテクトをかけて、どうすればいいんだ。主人公なんか何もやることないですね。ちょっとプロテクトでピースと、なんかアイテムあったっけ、使えるやつ。これはない、ないか、ないね。何もしてこないんだけど。おお、あ、でも半分にしちゃうな。しょうがない。攻撃するしかないのか、これは。早そうだ。お、いいね。効く。オッケー。ひー。よいしょ、ケアある。
あれかゆっくり、あやばいゆっくり回復する暇もないな。うん、いでで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 で、やばいやばい、回復して、でも半分にする以外は攻撃してこないからそこまで怖がらなくていいかな。はい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 、グーン、畜生おならぷー、えおならぷーしやがった、あやべえ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 、あでも勝った、あよかったよかった、イエーイ、バカな俺は永遠の力を手に入れるんだ、こんなところでやられてたまるか。ダルトンしょうもないやつだったな、何がおならプーやねん。おこれでいけるか、あちょっと回復してこう、せっかく勝ったし、よいしょ、でちょっとついでにシェルターして、よし、いや危なかった、よいしょ、ラボスの呼び声、よし行きますよ、海底神殿か、なんかずいぶん思ったよりも近代的な施設でしたね。セーブしよう、よいしょ、黒い気が高まってくる、怖いものが目を覚ましちゃうよ、さあサラよ、魔人気のパワーを限界まで上げるんだ、サラ、わらわの言うことが危険なのか、わかりました、母上。おお、なんとまばゆい輝き、素晴らしきラボス様の力よ。うっ。ちょ、苦しんどるやん。あらららららら。預言者が謎だよな。さっき行きましょう。あ、敵おりますね。あ、で、ここがお部屋になってる。入れますね。あ、なんか出てきた。あ、はい。こいつあれか。ミリオン、ビリオン。え、なんか回復するやつとかじゃない？ん？シールのアイス、包まれてるアイスが。パイがそろそろ覚えるかな。フュージョンしやがった。おほほほほほ、あ効かないね、ビリオンのシールド、なんだが、あパワーアップした、あれ吸い込んじゃった、操作するのに必死で見れなかったな、あよしよし、あ倒した、なんだこいつ、ん？これ踏んでよかったんでしょうか、あでもこっちにも行けるんだな、あー出た、宝箱がある、全体攻撃でどうせね、シェルターで回復できますからね、サクサク行こう、サクサク、あー何回復しちゃう、炎以外の攻撃に反撃なぬってことは、あ痛いね、ちょっと待ってってことは、私たちはこれをやって、でこれはルッカで、もうルッカいてよかったな、あよし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 、痛い痛い痛い、え強くないここ敵、よいしょ、あ強かった、ナイス、
経験値も美味しいですね。バリン系技覚えない。そうそう、ファイガー、お、エターナルメット、なんそれかっこいい名前が。お、上がるじゃん。じゃあプラチナメットを誰かにあげるか。魔法防御は欲しいよな。じゃあカエルにでもあげよう。よいしょ。あとはちょっと回復させましょうかね。ケアル、やばかった、強かったわあの敵。よし、じゃあ行きましょう。なんか BGM がかっちょ要素ですなこの辺。わっわっわっわ、あー、これも炎以外反撃かな。ちょっと待ってよ、ファイガーを覚えてほしいんだけどな。よいしょ。じゃあちょっとこの二人放置だな。反撃してくるから、ルッカが保るまで。よし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 。お、 HP が減ってく。わー、これがやだ本当に。よいしょ、はい、よし、ナイス。お、あ、ケアルが覚えた。おー、これママール外せないじゃん、回復役として。外せないね。あ、宝箱こっちにあるから、こっち行かないとか。こいつ何耐性持ってんのこいつ。ちょっと待って、ちょっとポーンってしてみよう。ポーンって。こいつは、あ、普通に通常攻撃でいける。よいしょ、よしよしよし。ルッカがいると本当に便利なのは、敵のね残り HP が分かるっていう。あ、眠り、誰だ、お眠。あ、ナイスナイス、ここはいいですよね。よし、マールがどん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 強くなります。お、ルーンブレード、ちょっと待ってよ、ムーちゃんね新しい剣買っちゃったんだけど、ルーンブレード、誰が使えるかな。おー、カエルくん強くなる。カエルくんもね新しい武器買ったばっかりなんですけど、入れ替えることになっちゃいましたね。これは迷うであるな。よいしょ、ルッカがな、ファイガー覚えてほしいんですけど、なかなか覚えないですね。まあんまり使ってなかったからな。よしよしよし、さあ寝ちゃう。あ、ナイスナイスナイス、はい、お、エターナルスーツ、誰だろう。あー、上がるね。なんかあとムーンちゃんがどんどん強くなるけど、スカイナーブ、プラチナベスト、どっちがいいんだろうな。でも魔法防御高いのありがたい気がするな。特に今あの魔法使いのところにいるからね、多分なんか魔法使ってくる敵が多いって思うとこっち行った方がいいかなって感じかな。おー、またこいつ、あ、てか、あ、そっか、私戻ってきちゃったんだ、バカ。よいしょ、ファイヤーをこいつに打って、ちょっとカーブ壊れてるもんね。よいしょ、ナイス、ここ、あれ空き部屋、宝箱、あ、あれ、ここに戻ってきちゃった、もしかして。うわ、めんどくさい。ってことは敵復活、あ、してなかった。あ、よかった。ここ行って、
敵が多いよで迷っちゃうね、ここ広いから。なんだろう、万能薬で治るかな。あ、治った。危ない。これ何耐性？あ、でも通常攻撃でいけるか。なんかあの属性攻撃すると反撃してくるみたいだけどね。よし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 。あー来た。 HP 減るやつ。あ、減ってない。あ、大丈夫そう。よいしょ、ナイス。お、よっしゃ、ファイが来た。ハンサーボーム2ミックスデルタ。おお、これ一気に来たよ。天皇剣上がる。これ買ったばっかりだけどしょうがないよね。さ、先行きましょうか。これは押しちゃったけど、押してもあんまり意味ないのかな。ビリオンのシールドに包まれている。あ、コンバージョン、あ、早いね、合体。ゲッ、パワーアップして。あれ、すごい。よし、やったー。いや、あれだね、ちょっとどうせやったらマールとの連携技もちょっと見たいですね。新しいの覚えたし。あ、ここも部屋なんだ。あ、ウェーブショック、なんだろう、アイテムかな。あ、違う、装備品臭い。ウェーブショック、おお、ルッコ。あ、めっちゃ上がるんだけど。混乱効果、あ、いいですね、ありがとうございます。いいですね。ん？ここ新しいフロアに来たのか。ちょっと待って、これ今回あれだね、全部攻略するのはちょっと難しそうな気がするな。途中で終わるかな。よし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 。お、いいね。よしよし、オーバーキルして。あ、強いな。やべ、やっぱここは最初の3人でいるか、行くか。この3人で、ナイス。別のエリアっぽいからもうちょっと戻ろうか。でひー、戻って、これ右下行けたりしないかな。で、どうやって来たっけ私。で、ここからこう来て、ここは行き止まりなんだ。あ、ここ行けるじゃん。この個室みたいなところにいる敵の先にある宝箱って割といい装備品が入ってそうな気がするね。このこう下になんか部屋が続いてるけど、もしかしたら何か装備品がゲットできるかもしれない。よいしょ。じゃあ今回はなんかセーブポイント見つけたらそこで終わりにしようかなと思っておりますが、お金稼げるし、いいポイントだわ。よしよしよし。ちょっと一回回復しようかな。ケアル、ケアル。てんてんてん降りて。お、カイザーアーム。
アームってことはロボか。おお、え、なんでこんな一気にステータス上がるの、超いいじゃん。やば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 、よしよしよし。今回はもうあれだね、バトル界だな思いっきり。あ、でもボス戦もやったし許してくれ許してくれと。ストーリーが大きく進むってことはもしかしたらないかもしれないけれど、よし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 、でやるか。はい。ブーン。オッケー。ゲゲジュマ。あ、でここにつながるのね。はあ、なるほどな。え、ここも敵か。ファイがしたら。青い方はどうなるんだろう。よいしょよいしょ、しょっぱいがしてみよう。ほい、どう。おお、こいつは水以外か。オッケー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 、水以外わかった。ってことは、マールだな。よいしょ。アイスでいいかな。アイス効くかな？まあ一応水だけど。いやー、マール強いわ。もう、どこまで強いんだ、こいつ。よし。やばいやばい。ちょっと。さっき回復したばっかりなのに、また回復することになっちゃった。で、ここは行き止まりっぽいので、あ、これ真ん中スイッチ押すことになるのか。あ、あれ？ん？なんか動いたくさいぞ。あ、宝箱がある、ここ。ソニックアローってことはこれはマールか。おお、スロー効果、あ、いいですね。あ、これでやっぱりさ、なんか、なんだろう、付属効果があるのは、ある技はやっぱり助かるぜ。よし、行こう。なんかボタンのところで、どこが通じるようになったんや？ん？ここや。で、下には行かれないもんね。行けないもんね。そうだよね。上の方で何かが変わったんでしょうかね。ああ、また戦おう、こいつ。あ、ビビった、あぶねえ。ここ行くじゃん。どこ行けるようになってるの？ん？ここ行ったよね、私。ああ。いや、戦闘が面白いからな。ああ、ここ行けるようになってる。よしよしよし、ここね。あ、ビビった。あ、ないねー。はい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 、はい、オーメン、こいつで、アイスをブルーに打って、ファイヤーレッドに打つ。さ、なんかお風呂上がりでさ、頭がポーってしててさ、なんか光ってるのがあるような気がするんだけど。え、ここは何もなし？あ、でもなんかあるな、ここ。あ、違う。あら、なんだここ、謎のエリアに来た。で、今度はこっちに行って、わわ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 
ってきたんだけど、これサンドが効くかな。ドゥン、反撃の連携技。あ、ちょっ、あ、結構痛い。こいつからやるか。あ、ちょ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 、あぶんな。あ、くそ、こいつから先やんないとやばいね。痛いよー。ちょっと待ってよ。ファイガソードよいしょ。キュアルする必要ないか。あ、よしよし、これで反撃が使えないから回復して。危ない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 。よしよし、あとはもう通常攻撃で大丈夫かな。ナイス、あ、強かった。あ、なんかめっちゃいるんだけど、やだ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 、あーあー、めんどくさいこいつら。くそ、攻撃が結構強いんだよ。よいしょ、じゃあファイガソードっていうのを使ってみましょうか。こいつ、ナイス一発。あ、ちょっと待って、あ、なんかもったいないことしたかも。あ、キャラがてなのね、全体回復じゃないのか。なんだよ。よし、さあ行くわよ。もう特になんか空き部屋とかないもんね。いや、ごめん、30分過ぎちゃった。わ、なんこれ変態ダッシュや。あ、ちょ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 、ひー、待って、痛い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 、アサシンがおる、アサシンが。ファイガソード、リアルがおるっかに。あ、強っ、これはいいね。 MP ただ鬼のように吸い取られるけど。よしよし、あと一体だけ。はあ、あ、こいつ火吐いてる、今気づいた。あの石像から火吐いてたのね。いや、何、あ、なんかでかいの来た。あ、ちょ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 、多くないです、ちょっと多くないです。じゃあちょっとここも連携でファイガソードで2体持っていけるやつを持っていってもらう。ケアルをムーちゃんにかける。オッケー、強っ。よし、じゃああとはもう通常攻撃でピンピンやっていきましょう。微妙にね、違うんだよね、見た目が。この2匹、ナイスです。よし、ことが部屋じゃないもんね。いや、さらに下に、あれ、グラン、大昔から伝わる赤い石、その石からペンダントが、魔神器が作られ、そしてナイフが作られた。僕らナイフに込められた母子の希望なんだよ。さあ、女王たちのところに行くつもりで急がないと。頼むで兄ちゃんたち。はい、グランとリオンがね、まさかここまで関わってくると思ってなかったんだけど。あ、あ、感じる感じるぞ、永遠の生命の鼓動。クク、クこ、この黒い木の渦は、うっ、
ま、魔神器の様子が。女王様、これ以上は危険です。母上、続けなのださら、あともう少しだ。オラは永遠の生命を手に入れる。我がジェル王国は神の光に包まれるのだ。こいつ、娘の命よりそっちの方が大事なのかよ。もう信じらんない。え、まだつ、あ、よし、じゃあここでセーブができますね。じゃあちょっと今回はね、ここで終わりにしておこうと思います。お、ラボスの呼び声で変わらずって感じか。じゃあ次回はね、ここの続きをやっていきますので、よろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。